にちは、ワインルックスの前部です。いつもご視聴ありがとうございます。これからですね、銀座にありますフレンチレストランのベージュ東京に取材の予定となっております。このベージュ東京というのはアラン・デュカスとシャネルのコラボレーションのレストランということで、現在はですね、ミシュランの二つ星に輝いております。アラン・デュカスということになりますと、おそらく気になるのが、少し前にですね、エステールというパレスホテルの中にありますレストランを取材をさせていただきましたが、あのレストランがもう今は一つ星なんですけども、多分近いうちに二つ星になるよっていうふうに僕の方で予想しているレストランになります。ベージュ東京は二つ星ということになりますので、二つ星のベージュ東京とエステール、これがどちらがどうなのかというところをですね、しっかりとですね、検証したいと思っております。またですね、ベージュ東京はシャネルとアラン・デュカスのコラボということになりますので、個人的には振り切ってるレストランの方が好きなんですよね。ガストロノミーだったらガストロノミー、ビストロだったらビストロ、まあファッションだったらファッションに振り切ってるのも別に構わないと思うんですよ。ですけれども、コラボということになりますと、中央というか折衷案というか、どっちつかずのようなレストランになっていたらちょっと残念だなというところもございます。だけれども、その程度はですね、運営する側は考えてると思うんですね。そのあたりもですね、しっかりとですね、検証してですね、視聴者さんと共有させていただきたいと思っております。ぜひですね、最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。予約した前場です。じゃあ、ブリュットアンベリアルでお願いします。ベージュのお水もどうですか？まだ大丈夫です。マグナムなんですね。マグナムなのはブリュットアンベリアルだけですか？ルイナールと、今はまだブランドプランの通常のサイズです。これからマグナムです。あ、なるほど。前菜っておすすめは何ですか？すす個人的なものでもいいですか？かしこまりました。はい、ミスナコのワインが、はい、いいので、ミスナコの先ほどしたものを、アラボとしたアボカドを、おいしくお願いします。じゃあ、それで、はい、お魚が、小豆畑のどれ、それから、お肉が、豚、梅山豚のロースト。梅山豚のロースト。でお願いします。 あとデザート、あのバパオラムってあれですよね、あのデュカス の, あ, のあれですね、あれでお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、お願いします。
これまずも前菜の前の小さな前菜がアミューズプッシュポイントになります。じゃあ、グラスの白ワインで水タコの前菜に合わせてお任せでお願いします。はい、ありがとうございます。まあ、綺麗な酸と特徴的でリンゴ酸にも近いような甘酸っぱさがございますので、ソース自体もリンゴを使ってます。そういった同調性も合わせて、前菜が水タコのマリネでございます。さっと湯通しした水タコをですね、下には粗くほぐしたアボカドにレモン果汁を加えて酸味を持たせたものや、上には細かく刻んだフレッシュのシャインマスカット、付け合わせには紫大根や青い大根をですね、スライスにしてサラダ仕立てにしたものやトマトのコンフィ。ではお魚料理が小豆ハンターでございますね。高温で火を通してますので、もう密室がすごくプリッとした仕上がりになっています。付け合わせにはセミドライにしたグレープフルーツやトロバスのローストと、昆布締めにして火を入れたセロリです。おかげさすがお魚の旨味をぐっと凝縮した濃厚なソースでございますので、魚や付け合わせのお魚ぜひお楽しみください。はい、ありがとうございます。あ、そうですね、メインディッシュに合わせて、もう、極みのワインをぜひ、はい、もうお願いします。うん、
改めてビリズニーのバランドのバランドのセカンドなんでこのワインを選ばれたんですか。あの、まあ、豚肉自体はですね、ちょっとメシャと脂身が美味しい豚肉でして、あえて豚肉の脂を残して焼き上げてますね。ちょっとボルド特有の渋みで脂をちょっと長いしつつ、メルロ主体なので、この果実感自体を噛み締めた時の甘みをより広げるような感じです。メインディッシュが、茨城県の塚田牧場からメイシャントンをデザインして、シンプルにローストにして肩ロースの部分をご用意しています。次の次はスペイン産の栗でしたり、キノコのマルムラーメン、アーティチョークローストにしたものでございます。お皿の上に乗っているペーストが花山椒のペーストでございます。この食材につけながらお召し上がりください。ソースがあの豚肉の旨味を詰めた、そして甘みのあるソースでございます。はい、ありがとうございます。卓上にラム酒とクリームを置きますが、あとはお好みでご追加しながら、はい、味の変化を楽しみます。ありがとうございます。
How do you feel this restaurant? Okay. Yeah, I like Robinson. Now you like a little Robinson more? Yeah. Robinson have the 3 pounds of the butter and the potatoes. Really good. Yeah, potatoes. Good potato. Thank you. はい、では銀座にありますフレンチレストランのベージュ東京を取材をいたしました。本当にですね、おしゃれでですね、銀座のマダム系の方だったりですとか、あるいはおしゃれ系女子の方はですね、本当にご満足いただけるような、そういったお店になっていると思います。ですから、そういう方をお誘いになられようとするデートの方、男性の方にもですね、おすすめのお店ということになると思います。お料理も美味しくて品質が高くて、何と言ってもですね、やっぱり接客陣が粒揃いですよね。パッと見て本当に目に留まるような、どこの店に行ってもエースを張れるような、そういった接客の方がですね、本当に各フロアに何人もいらっしゃる、そういったお店になっていました。ホスピタリティに溢れていて、もちろんですね、専門知識もしっかりとあって、ああいう方々を束ねるってなかなかできないと思いますよね。でですね、最後ですね、これを避けるわけにはいけないですよね。やっぱりアランデュガスということになりますと、東京にはですね、アランデュガスのレストランは2軒あると思います。2軒以上だったらすいません。この前取材をさせていただいたパレスホテルさんのエステルさんと、今回のベージュ東京ということになりますが、これですね、逃げるように聞こえてしまうかもしれませんけれども、一長一短ですね。やっぱりですね、銀座でフレンチ、しかもアランデガスということになりますと、これはですね、何も変え難いような価値に感じる方はいらっしゃると思います。そのお感じになられた価値にですね、十分に応えてくれるレストランというふうに言えると思います。これはややですね、いつもの僕の発言とは違うかもしれませんが、例えば男性であれば女性の方をお誘いするにあたりまして、ベージュ東京に誘ってですね、そして気に入らないっていうことは多分ですね、 99.9% ないんじゃないかと思います。それぐらいですね、本当に女性の心を掴んでいるお店で、お店のお客様もおそらくですね、7割8割女性の方だったと思います。で、その上でですね、申し上げますと、ミシュランの目線、ガストロノミーの目線ということになってくると、これはですね、エステルの方がやや上かなと、そのように感じました今回の取材になっています。ただね、差に関しましては本当に少しですし、見る人によってはベージュ東京の方が上だっていう人もいらっしゃると思いますし、正直好みの範囲かなというのが個人的な意見になっています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。